はい、今日の晩食でございます。今日の晩食はこちら、アジのなめろうと宮城郷のストレートでいきたいと思います。はい、アジのなめろうはこれお手製でね、うちの奥さんが作ってくれました。はい、こんなんですね。合いますかね、フォーカスが。なんかこのカメラのオートフォーカス入れてもね、なんか合わない時あるんだよな。全然合わない全然合ってくれない。終わった。わかった。はい、頑張って。はい。はい。じゃあね。もう宮城郷も残り少ないですかね。あとちょっと、3分の1?ちょっと弱ぐらい。はい。ちょっとですね、今ね、実はダイエットしてまして、トレーニング再開してね、ジムがね、始まったので、あんまりお酒飲んでません、実は。つまみも割と考えて、食事も結構気にしてますね。じゃあ、ちょっとね、まあ、ウイスキーから。じゃあ、とりあえず、はい、じゃあ、いただきます。はい、香りから。あー、宮城久しぶり。いい香りがする。はい。うん。こう、ピリッとしますけど、この風味がすごくいいですね。いただきまーす。はい。なめろうちゃんでございます。おぉ、うまい。ああ、結構ね、大葉と生姜、あと味噌、みりん。でなんかごまを買ってきて入れ忘れたなって言いましたけどね。別になくても。うん。この、結構和食の創作料理の居酒屋が近くにあるんですけど、そこで竹鶴と宮城郷があるんですよね。で、それをちょっと思い出して今回宮城郷を選んでみましたね。うん。結構久々ですかね、宮城郷を飲むの。いやー、なんかね、最近もなんかずーっと梅雨で、雨ばっかりですけど、アップロードするのはちょっと、梅雨明けになっちゃうのかもしれませんけどね。で、撮影してる、ちょっと前に、ちょっとフットサルやってきまして、その日はたまたま晴れてたんで、梅雨の中日で。運よく、なのか。そこでめっちゃ疲れましてね。いや、ほんとね、久々のフットサルだったんで疲れましたけど、まあ、皆さん元気そうで、何よりでございます。うん、美味しい。なんかね、こう、なめろうって、もう、たまに食べたくなるんですよね。無性に。で、うちの奥さんも、こう、お魚大好きなんで、で、特にうちの奥さん、なめろう大好きなんで、私が、なんか、なめろう最近食べたいなぁ、なんつったら、あ、私もじゃあ作るなんつって、作ってくれましたね。うん。うん。美味しい。なんかね、私が食べた中で一番美味しかったなめろうは、まあ、アジなんですけど、そこになんかね、あんこうかカワハギかわかんないんですけど、ちょっと忘れたんですよ。なんか肝がちょっと入ってたんですよ。で、ちょっと味噌の味が強めで、どこで食べたんだっけな、なんかすっごい美味しかったですね、あれね。あと、ここに足すんだったら、みょうがとか入れて、もうちょっと野菜多めでもね、いいかもしれませんね。あの、肝心なのはこのお魚が新鮮であること。うん。これが大事ですよね。もう新鮮であればあるほど。まあ、なめろうするのもったいないんですけど。うん。美味しい。一般的になめろうってアジでやるんですよね。なんか他でもやるのかな。まあ、お魚だったらね、何でもいいと思うんですけど。うん。ああ、美味しい。なんかね、疲れがほんとね、学校減ってくっていうのがわかりますね。こう、はあ、みたいな。肩の力が抜けるっていうかね。うん。いや、美味しい。じゃあね、ちょっと動画外で。ゆっくり食べて飲んでいきたいと思います。はい。今日もお疲れ様でした。はい。一応説明欄の方に、宮城郷ドリンク貼っておきますので、ご興味のある方はね、ぜひご覧になってみてください。
ください。はい、あとね、モチベーションアップのためにチャンネル登録とグッドボタンも何とぞよろしくお願いします。はい、ツイッターもやってますのでね、フォローもお待ちしております。はい、今日の晩酌、宮城郷シングルモルトと、アジのなめろうの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。